いいですか。みなさん、へいらっしゃい、アイドル教室のホリーです。ということで、みなさんおはようございます。まあ見てると分かると思うんですけども、はい、今日はすっぴんでございます。なんでかと言いますとですね、今回なんかめっちゃ TikTok でバズってたなっていう思う動画がありまして、あの中国人のその48歳とかの方がそのメイクのすっぴんからどんどんメイクしてって大変身していくみたいな動画をめっちゃ見るんですよ。めっちゃそう、めちゃくちゃ見るっていうことで、わしもやりたいな、わしもやりたいな、これを機にちょっと中国人の方にちょっと便乗してやってみたいと思っておりまする。むっちゃ恥ずいっすもん、これでオープニング撮ってんの。もうやだ、もうやですよ、こんなオープニング恥ずかしいっすもん、普通に。だから今だからもう朝起きて、もう何もしない、マジで髪型も何もしてないです。だからもう、もう早速ちょっと大変だと思うんですけど、まあ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 、できたらすごいからね、できたらすごいので、まあできて、もし完成ちゃんといい動画作れたら自分のちょっと TikTok にあげようかなって思ってるので、早速やっていきましょう。てれーん。はい、ということで、まずはだいたい部屋着みたいなパジャマ着て、なんかコート着て、なんか扇子煽って歩いてくるんで、ちょっと私も部屋着に着替えていきたいと思います。部屋着、部屋着、これさっき着てた、さっき着て、あ、かわいい、さっき着て部屋着と、あとなんかコート、なんかロングコートだったんでちょっと持ってきました。これにちょっと着替えてきます。この、あ、そう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 、アキラ 100% なんか48のおばさん、48歳のおばさんみたいなのテロップつけてるんですけど、うん、あ、そうなんだ。私あの部分どうしようかなと思ってて、でも年齢は偽装できない、叩かれちゃうから。何歳に見えるとか言われない？あ、何歳に見えるみたいな、うんうん、のニュアンスでやったら。いや、もう最近は、もう最近は年相応になってきましたよね。10代の頃は16、17ぐらいの時は、16、17ですって言ったら、はい、みたいな、え、絶対嘘でしょチャラ男みたいなやつも、やだ、え、絶対24とかだってなんかひどいっていうか、 なんか16、17に言う言葉じゃないんですけど、うんうん、え、めっちゃ、え、30ぐらいかと思う、言われたことありますよ、マジで。やだ、もうひどい話だわ、マジ。あれですかね、コメントを求める感じだったら、うん、何歳に見える、あー、いいね。何歳に見られるんだろう、初めて見る人はね。そうですよね、うん、うん、かわいい。あ、かわいいですか。うん、かわいいパジャマ。これで最初1A と歩いてきてたんですよ。なー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 、だからむずいな、結構祭り見えた。じゃあこれカウントダウンして、はい、とりあえず撮ってきます。最初は持ってきて、どうだ。おー、いい。よし、ちょっと見てみますね、一回、うん、あー、すごいあ、いい、あ、これこれ、いい、あ、いい、いい、いい、前らがつけて、こうやって移動して、なるほど誰やばー、これさらけ出してる自分もすごいわ。ほんとすごいよ。なにこれ、嫌われないかな。嫌われないよ、むしろ好かれるよ。ほんとだな、嫌だった。どうだろう、なんかイケメンだな。なんかイケメンって、いいね、いいっすね、うん、うわ、一発勝負だぞこれは。うわー、ほんとだね、一発勝負だ、これやばい、これやばいよじゃあ、やばい、来た、緊張、うまくいくかな、
初ファンケルがこんななんか贅沢な感じに。本当に贅沢な。なんか顔面ケーキある。タオル置いてきちゃった。アシちゃんちょっとテーブルの上のタオル持ってきて。高橋周平のタオル。燃えよドラゴンズ。お前かよ。手がかかるよ。はい頑張って。何してんだ私朝から。本当に。はい綺麗です。冷たすぎる。いやもう冷たすぎて本当だね。冷た。マジで冷たい。あーやっと終わった。まだ忘れて。まだ。洗顔したからもう終わっちゃってる。で次はあまあめちゃもう後でやろう。もうめちゃめちゃだけどいいか。いいんだ変身するから。そうだよ。はい。最後可愛くないわもう。今までちょっとホリデーマジか弾いてた人も好きになってくれるだから最後まで見てもらわないとねこの YouTube ちょっと待ってどうしたらどっち向きやめてくださいねマジで Hey, hey, hey.
なんちゃったちゃったちゃないへい。ダイナマイ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 ダイYou did it, did it, oh, 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 oh,ということで終わりましたガチで2時間半ぐらいやってましたね、うん、メイク系 TikTok 化が改めていかに難しいかを本当に感じることができました、うん、よかったです。でもこういう機会ないとやっぱ撮れないし撮らないしみたいなとこあるんで、あのぜひ私のこちらの TikTok のアカウントチェックしていただいて完成をぜひ見てください。お願いします。ということでまたお会いしましょう。以上アイドルキャスのホリリエでした。お会いしましょう。バイバーイ。すごいコートのあの肩みたいなやつが、すごいすごいリアクション良かったです。